はい、今日の一品です。今日は釜揚げしらすをたっぷり使ってお弁当の一品を作っていきたいと思います。まずはお皿にたっぷりと釜揚げしらすを移して、これにラップをしてからだいたい 3,40 秒ですね、温めていきます。温まったらここにポン酢ですね、ポン酢をかけて一旦混ぜておきます。味をポン酢を染み込ませている間に梅しそですね、これを刻んでペースト状にしていきます。量を入れすぎるとちょっと辛くなるので調整しながら入れてみてください。細かく刻めたらこれを先ほどの釜揚げしらすに入れて混ぜていきます。ご飯の上に乗せていきましょう。少し取っておいて夜はこれを冷ややっこの上に乗せたりしておつまみにもとても活躍します。梅しそしらす飯、ご飯に味が染み込んでとっても美味しいですよ。お弁当にどうぞ。